りあえず投げからのしかし投げ、え、なんで新庄くんの投げ負けてるの。ああ終盤無理。終盤無理。あ、まさか。ああ9回に戻された。新庄くん9回に落ちちゃった。さっき1回勝ってたのに。なんで新庄くん結構上見てる時間作ってるんだけど、相手のプレイヤーちゃんはあんまり上から来ないねー。上から来たー。初戦はラムレドルの人。ラムはリーチが長いから近づきにくいんだけど、カイはディッパーがあるからゲージ溜めてディッパーでワンチャンを狙いたいよー。端でねー感じだよー。もう一回投げちゃうよー。あ、ガードできなかった。鉄刀昇竜位置入れ替えてチャージ重ね。あ、扇当たらなくてよかったよー。立ちコパコパコパから投げちゃうよー。チャージ重ねてラスト当たった。相手バーストないからいい選択肢だよね。あ、ちょっとまずいかも。早めにバースト痛い。画面端嫌だよ。とりあえずスキャンしてバーストされた。あ、これまずいかも。痛い。あ、なんかラッキー。ブラックするかな。しないねー。これ確定っぽい。上から通ったよいい感じ。いい勝負でした。あ、階層変わった。おお、新庄くん10回戻れたよ。嬉しい。次はアンジの人。アンジは風神って技がめんどくさいんだよねー。風神から中段とかしかし投げとかされた気がするよー。でもランクまではあんまり見ない気がするね。使ってるプレイヤーちゃんが少ないのかな。あ、上虚重ね。端近いからバースト痛い。上虚避けようとしたら昇竜を枯れてた。おもむろに投げ。これはコンボから壁割れるかな。あ、ロマキャン無駄遣いしちゃった。体力5分ぐらいだねー。あ、しかし投げめんどくさい。昇竜コンボで終わるかな。いいねー。開幕残空。あ、やばい壁割られそう。ぶっぱだよ。新庄くんぶっぱしてごめんね。いやー、これって、あ、裏投げ通った。新庄くんのワンチャン前ハイスラが。この狂って回るやつが厄介だよ。鉄刀くぐる。バーストはいいよ。前ハイスラー立って。中段無理。あ、バースト当たらなかったけどなんとかなったよ。クーブルからの。相手のプレイヤーちゃん有利フレームでボタン押してるの偉いよ。あ、なんかダスト立てたよ。もうちょっとだよ。
攻めがきつい。中段また立てた。あ、なんかラッキーだよ。いい勝負でした。2戦目。このバーストは美味しいねー。痛い痛い、打つしかないよー。エクラで締めて、バックスで置いてるねー。あ、コンボで終わるかな。あ、またロマキャン無駄遣いしちゃった。体力リードしてるから攻めないよー。痛い。ビッファー当たってよかったよ。開幕に S 前剣も当たった。ブラガリ痛い。落ち着いて落ち着いて。あ、これ美味しいよ。バーストか。おき醤油うまいねー。あ、思わずライドしちゃったよー。からのーゲージ溜めてビッパーかな。お、中段立てた。ここ、いいねー。今回は私の勝利ですね。再戦お願いします。3戦目。新庄君なんか相手のバットとか風神からの中段を立てるようになってきたよ。相手バーストないからダスト完走できるよ。いいダメージだね。体力差めっちゃあるからじっくりいくよ。あ、投げられた。めんどくさい醤油。ちょっと残りそう。チャージ重ねて。ふっふっ。あ、エクラしかった。新庄君も投げ入れたんだけど。走って。逃がしてー。壁割れそう。あ、エクラ当たってる。鉄塔フーブル。風神からのこのステップをコパンで止めたいねー。醤油打つよー。画面入れ替えて。え、やってないよー。あーあああああ、バースト暴発したよー。けどまあラウンド中に溜まるからいいよね。風神めんどくさいよ。痛い。コンボで壁割られそう。こんな時バーストがあれば。ああ。終わりそう。残ったけど相手の体力マックスじゃん。ここからワンチャンあるかな。めんどくさいっけん。あー、有利フレームでちゃんとボタン押すの偉いねー。対戦ありがとうございました。最後はナゴフさん。ナゴリ雪は結構ランクマタワーで見るから使ってるプレイヤーちゃんが多いのかな。ストライブのキャラ使用率データとかあったら見てみたいよ。今回は相手の出血ゲージをちゃんと見れるようになりたいねー。新庄くんこれいっつも手出しちゃうんだけど、打つしかないよ。鉄塔チャージ、ラスト重ねて。ラストのバースト対策も練習したいけど、どうやったらいいかわからないよー。あー、これ終わりそう。言ってた。ダイヤエクラ。投げからのワンチャンあるかも。え、バーストないと思ったら危険があるの忘れてた。もきゅー。
あ、投げられた。痛い。リーチ長すぎるよ。ああ。助けてー。おもむろにダッシュ投げ。投げ読みしたけど、ガード硬いねー。うわあ。きついよ。再戦お願いします。2戦目。名残ゆきはやっぱり位置が長くて、新庄君ちょっと苦手意識あるよ。あ、前ハイスラー当たった。バースト使わせたよ。あ、また手出しちゃった。ダッシュ投げ。壁割れるかな？あー、コンボミス。手遅れだ。チャージ重ねて。え。ガード間に合うよ。これはじっくりいきたいねー。じっくり。ごめんなさい、ぶっとしちゃった。え？ああ。一気にまくられたよ。あー、これ止めたいねー。適当ディッパーからのダスト。いいダメージ取れたよー。投げ誘いするよ。逆に投げられてるじゃん。名残ゆきも低姿勢技で昇竜吹かせるのか。お願いダスト。バースト使うかな？まあ使わないよねー。痛いよー。端から逃げないと。あー、これやばい。差し返しディッパー。バースト読んでるよ。前ハイスラー当たった。あ、なんかダストしてる。使うしかないよ。ここ。どうして？再戦しましょう。3戦目。やけくそ昇竜。これもしかして見てから前パンしてる？あ、出血してる。低姿勢技で昇竜吹かして置き攻めしてるねー。なんか無駄ったけどラッキーだよー。ふう。痛い。え、もう壁割れるの？うわあ。痛い。もしかしてまた壁割れる？新庄くんゲーム画面見てるだけだった。開幕にエス。この人的確に攻めてって上手い人の匂いがするよ。なんで投げられてるの？ああ、バースト読まれてる。あ、なんか助かってる。昇竜打つしかないよ。これはガード間に合うよ。ダストで確定の方が良かったかも。新庄くんなんで投げられてるの？
対戦ありがとうございました。ということで今回はここまでだよ。今日は久しぶりにギルティのランクマを何戦かやってみたけど、コンボミスとか判断ミスとかめっちゃあったよ。でも、10回に戻れたからまあよかったよ。新庄くんの YouTube チャンネルではいろんなゲームの動画をアップしてるよ。ギルティ有識者の方、新庄くんはこうしたらいいとかあれば、コメントでアドバイスよろしくお願いします。動画が面白いと思ったらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくね。それじゃあ新庄くんでした。